最後です。恒例のレッスンです。今日は以前やったことのあるスネアとタムを使ったね、32分高速フィルっていうのがね、以前やったと思うんですけど、そこから派生して僕の手癖のフレーズを紹介したいと思います。行ってみましょう。はい、フレーズの説明です。僕も今ね書いてきたんだけど、32発あるじゃない、8発です。タカ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 、書いてもらうとすげえ分かりやすいと思うんですけど、グループで6発足す9発足す9発足す8発なんです。そうだね、もう無理やりに近いな。演奏してる時にね、一小節フィルって言ったら、まあそれがまあパワワってこう入っちゃうような感じで使ってます。だから曲に合ってるとか、フレーズに合ってるとか、そういうの一切無視した、もう超豪エゴフレーズです。いつものごとく、6のこの手順。これが来て、7発目から始まる9のフレーズ。もう一回いきますよ。今分かりやすいようにちょっとタムとスネア使って、やってますけど、ぶっちゃけどこでもいいです。このフレーズの場合はってやってるっていう9発、これがね2回来て、3拍やった計算になります。ここまでで6+9+9、ここまでやってみますよ。これで6発、次9発。もう一回。で、残り8発。ゆっくりやってみます。タカ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 。タカ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 、はい、もう暗記系ですね。暗記しましょう。6+9+9+8。って感じです。トライしてみてください。